はい、ということで明日EX 闘技場が入ります。EX で一応 EX のクリア報酬でとか、一応過去の EX とかでも一応今年のアニバ服の素材が手に入る感じですね。まあ古い方だと1個限定なので、はい、なんか複数欲しい場合はちょっとこっちの新しい方を回る必要はありますが、はい、そういう感じですね。釣りはまだ入りません。まあちょっとそれの話はちょっと最後するか。はい。まあ言ってた闘技場が一応入る予定で。明日スマホ版の方とも一応ある程度なんとかはしたんですけど、やっぱりそのプレイ環境によってちょっと何が起こるかっていうのはまあワンチャンあるかもしれんので、その時はちょっと申し訳ないって感じですかね。はい。一応今回から一応正式実装ってことになってますので、一応ウィークリーの勲章が入ってます。はい。まあそんなに大きいもんないですけどね。かけらが数十個、20個ぐらいしか取れないのかな、うん、とか、なんか裁縫道具が1、2個みたいなのがあるんですけど、まあ裁縫道具に関しては正直ウィークリーでボス勝っても取れるので、余裕ある人はどうですかっていうぐらいだと思いますけどね。で一旦これ仮実装なんですよ。最終的にはなんか交換所とかで季節ごとになんか景品を交換するみたいな感じのものに最終的にしたいなっていうところですね。でランキング戦に関してはちょっとまあ参加率の関係で一旦オミットしたというか後回しにしたんですよね。まあこれ前も言ったんですけど、まあ、釣りを先に実装しましょうって話なんで一旦置いとこうかと。闘技場の稼働率によってはちょっとランキングはだいぶ後ろにするか、まあ、中止するって感じにはなるかな。まあまあまあそこはねゲーム性の兼ね合いなんで何とも言えんってとこですかね。であと高難易度で、ホリジェム一応入りますってことで、はい、ちょっと実装が遅れてしまったので高難易度自体はまあ一応8月中旬ぐらい、まあ、そこまで来たらもうアニバの終わりまでいよっかっていう感じでもあるので、はい、ちょっと延長はしようと思ってます。もともと今月末っていう話をしてたんですけどちょっと予定より遅くなってしまったので修正が、うんうん、なのでちょっと伸ばそうかなと思います。これ来週ですね。27そう来週の木曜日ですねこれは、うんでは、まあ例年通り夏イベントの復刻の方からまず始まっていきます。で今年もダイビングが来てますね。ダイビングはまあドロップ詰めばなんかポイント増えるみたいなボーナスもあるんで、ブーストすればまあそんなに回数回んなくてもいけるし、はい、まあでも結構みんな余ってると思うんで景品欲しい人はちょっと使ってみてもいいと思います。はい、であと、ちょっと最近ちょっとなんかクナイ投げとかなんかチューリーパーがなんかちゃんと飛ばないっていう不具合が発生してて原因がやっと分かったんで、はい、一応27目標で今修正をして、まあ、ちょっと明日に間に合わなかったんで、うん、一旦報告で入れさせてもらってます。それで言ったら確か明日モンスターの、動機ずれの修正も確か入るって聞いたかな。修正とか緩和ですかね。うん、結構ボスがなんかテレポートしちゃう件があると思うんですけど、あれ、はい、まあ前も言ったんですけどラグじゃなくてちょっとシステム的なバグなんで、まあ、あれが一応減る予定と、なんかこう敵がこう突進とか移動とかした後に急にパンって元の位置に戻るみたいな現象が起きるんですけど、あれが一応緩和される予定ですね。はいはい、その代わりちょっと他人となんかその画面付き合わせた時にモブの位置ちょっと違くねみたいなのが起こるかもしれない。まあけど、まあ、今よりはマシになるんで、なんかその理不尽ななんかダメージ判定とかは一応減るんじゃないかな。減らないかもしれないんでそこはちょっとあれだけど、多分一応手元で見た感じはかなり減る。まあ良くなるんじゃないかなとは思ってます。なのでちょっとこの辺に関してはちょっと環境依存な部分が結構多いので、うん、申し訳ないんですけど、もし発生した場合はお知らせいただけるとまた調査して直していこうかなと思ってます。はい、スライディングは正直今以上に直す方法が今んとこないって感じですね。うん、一応ちょっとまあ試してはいるんですよ。これだったらどうかみたいなのがあって、だからいい方法があればやろうと思ってます。めちゃくちゃ処理重くすれば治るんですけど角つきやばくなるんで、ちょっとそれは現実的じゃないっつってやってないって感じですね。要は判定の精度を増やせばそれは減るんですけど、うん、スライディングするために画面角つくのやばいっしょ。そうですね、ギルド掲示板に関してはちょっとまだいろいろと今要望もらってるんで、どっかのタイミングで調整できたらなとは思います。はい、はい31日、ちょっとこれは判明してるんであれです。ちょっと免停諸事情によりあるんで、ここだけご注意ください。これ月曜日ですね、最後の。ここ最終日だけちょっと免停をやります。で、来月っすよね。はい、来月は一応夏イベント、まあちょっとちっちゃいものではあるんですけど、うん、一応サルタウビーチでのイベントが一応予定されてますね。ね、今回ちょっとピローに楽しんでいただける内容だと思うんで。もしかしてこのストーリー結構いいんですよね、夏イベも。はい、はい、多幸券出たりね、いろいろしてますしね。またたこ焼きを狩る時期です。たこ券だ。まあそれは27からなんですけど、たこ券焼きは来週からなんであれですけど。であとメギストのね、いつものやつですね、最後の1週間前に彼はやってきます。今年もなんとモーションが手に入るとかな。出た。であと書いてあるんで分かると思うんですけど、ちょっとギルドレイド1ヶ月延期になりましたはい、まあ、ちょっとコンテンツがちょっと渋滞してたのもあったので、ちょっとまあアニバが終わった頃に入れようかなって感じですかね、今のところ。ちょっと、はい、まあ準備っていうかちょっと調整もしてるんでずれました。今後の開発予定リストというものですね。はい、はい。でもこの中で多分次一番早く入るのはマジックブレードとベアハンドが一番早く入る、ね、マジブレと、この2つは同時に絶対入る。でその後にブレードとかシュートとかの追加スキルとかアサシンの追加スキルを今やってるって感じですね、アサシンはまあ一応方向性固まったので、あと粛々と作っていくぐらいですかね。ちょっとまあ作った後どうなるかちょっと分かんないですけどね、結構猛毒ギミックみたいな感じのをやろうとしてるんで、毒を扱うスキルをね、既存の猛毒って結構弱いと思うんですけど、はい、まああれをちょっとこう特殊条件で強化してったりとか、改良して、そうそう、バフにしたりとか、敵に特大ダメージ与えたりとか、締めでフィューネビンってやると大爆破するとかなんかエトセトラといろいろ考えてはいるんですけど、やってみないと分かんないんで、作った結果ちょっと微妙だったらもしかして作り直すかもしれないんで今のところ方向性はなんかそういう感じになってるって、ね、でどうかというところですね。はい、割と探検がないと使えない系ですかね。こっちはちょっと忍術書では使えない予定なので、一応探検向けかなって感じですよね。はい、釣りはねちょっといろいろ難航し始めたね、さすがにね。結構ね大変なのよ。うん、はい。でまあギルドレイドは、まあ、あと光だけなんで、まあ、光は頑張って作っていくって感じですね。ドロップ品の能力はまあ単純に、なんか納得いかんっつってまた作り直してるだけで申し訳ないけど時間はかかってると。はい。スタージェムもそろそろそうだね、ちょっと整理して追加するなりはしたいっす。あ、爆発ってその本当に爆発するわけじゃないよ、なんか大ダメージがドーンって出るみたいなの比喩だから、爆発力ってことですね。そう、まあエフェクトはもしかしたらドーンってなるかもしれないけど分からん。でも釣りはできれば年内入れたいっすね、絶対。結構ね魚のモデルとかはもうできてきてるんですよ。あ、ちょっと見たいな。釣り上げたらこうやってこう持てるようにとか、こうやって抱えるみたいなのをやりたいって話はずっとしてるんで、思った以上にねあれなんですよ、釣り糸を垂らせる水場がないっていう。ただでも町の水場は一応あの辺はできるようにしようかなと思ってるんで、だからあそこのこう縁にこうみんなでわーって並んで、ね、はい、やってる風景が僕見れたら MMO だなと思うわ多分。でもノブサトリカもそうだし、ホラディオミダも多分、ホラディオミダも本当はあそこ貯水池なんでないんですけど、まあ釣れるようにはする予定です。あそここそ釣りたいでしょ。だから結構まあ町の水場を割と対応しようかなと思ってるんで、まあどうしてもエルスカロにはないんであれだけど、でもソフィアとイクルコショークとかは、イクルコショークはあれ泉やけどどうなんですか。イクルどこだっけ、ごめんちょっとピロ北が出るとこですね。でもあそこは出ない、あそこ出ないんですか。あそこは釣れない、さすがに。そういうだから意外にね、そうなんか川はあるんだけどあっさとかあるからなんで、ちょっと今ねマップの選定でちょっと大変なんですけど、まあ一応やってはいると。コピア貯水池か。でもコピアは多分あそこは結構見た目いいから釣りスポットにする予定だけどね。どこやろ。あそこは一番静かに釣れるでしょ。私は多分行けると思うけど、どうじゃろうなって感じですね。まあとりあえずまあそんな感じで一応やろうとはしてて、そうエイテマは絶対にやる。あそことか絶対に平和じゃん。いやもうなんなら釣りをシュッてやったら BGM フェードアウトしてなんか水の音とかにしたいっす。昔の某釣りゲーみたいにするわっつって、川のせせらぎを聞きながらここまでできたらもう完璧なんだけどね。まあなあこと言ってもね大変なんだけどサウンドはちょっとサウンドチームにお願いするんで魔女寮の森はちょっときついんじゃないかなめっちゃいそう釣りはだって寝るよ書いた結果これ年内できねえなってなったんで、今後の開発予定リストに書いたんですよ。ああなるほど。とりあえずなんか要望とかもらってるから書いとかないと、口頭だけだとやっぱ抜けるんで、なるべくまあなんかやろうって決めたものはなるべく書こうかっていう話ですかね。はい、まあとりあえず実験多分秋ぐらいかな。一応新しいレジスタも入るけど、今回ちょっとそんなになんかめちゃくちゃすげえっていうのはちょっと出ないかも。一応来年に向けてまた今新しいステージも作ってるんで、そっちではちょっと強力めなものは入れたいねって話でちょっと動いてはいるって感じですかね。精錬これ以上楽になんないですね。で、あとあれか、倉庫内検索がちょっと条件付きではあるんですけど実装できそうって話ですかね。はいはい、マーケットの名前検索ぐらいのことやりたかったんですけど、ちょっと精度悪いかもってぐらいですかね。あれがちょっとね、倉庫内だとその仕組みが違くて、マーケットってそのマーケット専用のサーバーシステムがあるから、はい、結構好き放題できるんですけど、うん、倉庫ってユーザーデータの中にあるんでなかなかちょっと好き放題されると困るっていう話を。なるほど。サーバーに負荷がめちゃくちゃかかる場所にあるんで、うん、入れるんですけど使いにくいかもしれないってだけちょっと先に言っときます。あと勲章の進捗表示に関しても、まあ昔はやったけど今だったらできるのではという話をしてて、はい、ちょっともしかしたらやれるかもって話だったんで一旦やろうかっていうことでリストに入れました。場合によっては一部表示されなくて一部だけ出るみたいなちょっとキメラ状態になるかもしれないですけど、まあ、ちょっとやっていこうかなとは思ってます。これはまあ結構昔から言われてたんで、うん、でそうで今改めて要望でそれ来てて、ああそうこれやってねえわと思って、であとおしゃれ装備も人によってはもうどうなるかわからんっていう話があったんで、そうですね、検索を入れる予定ですかね。はい、一応名前検索と能力検索は欲しいねって話をしてる感じですかね。結構裁縫道具でつけたあの能力どこやねんっつってわーってお気に入り連打していくみたいな作業をしてる配信の方がいっぱいいるんでまあですよねと思って、ちょっとそろそろ入れましょうっつってあったし、あとマイルームの保存機能に関しても一応今のマイルームプラス2スロットぐらいを想定はしていて、ただこれちょっと保存領域を使いますのでちょっと月額機能になります。ただ入ってればまあ切り替えがガシャッとできるみたいな。だからまあ2つマイルームを保存しておけるみたいな感じですかね。でそっちに関してはちょっと背景とかの変更機能もつけたいなとは思ってるんですけど、それちょっと第2弾かなと思うんで、一旦はまず保存機能からやっていく、入れることからと。でまあおしゃれマイセット、まあ最近ね「イルーナ戦記」ってタイトルでこれ実装されて、うん、なんでトーラムいないんですかってめちゃくちゃ言われた結果、じゃあ頑張りますって言って今考えてます。なるほど。これもちょっと保存領域を使うんで、はい、ワンチャン月額になるかもしれないですけど、まあちょっとなんか考えます。で、ギルド交流設定っていうのが、これ前回の放送で確かちょっと言ったんですけど、ギルドレイドのヘルプに別のギルドの人呼べる機能を作れないかっていう今ちょっと話をし始めてる。ちょっとこれは名前変わるかもしれないですけど、はい、一旦なんかいい名前がなかったんで一旦これになってるだけなんですけど、設定すると一時的にこうギルドチャットも合同になるみたいな、入れるっていうこと、ただ時間制限はつけようかなと思ってて、はい、なんか設定がシャッてやるとなんかその3時間だけなんか同じギルドのメンバーとして扱われるみたいなのができたらいいな。無期限にしてないのはなんかトラブった時に自動で解除される方がいいでしょっていう、そうそうそう、ギルド派遣みたいなもんよね。そう実際なんかやっぱそのねギルドレイドはやりたいけど人が足りないみたいなの結構あるんで、うん、そうそう、その時になんかそのフレンドで来れそうな人を誘えないかなみたいなの結構あるんで、うん、まあこれはまだちょっといろいろと今考えてる最中なんで、まあちょっといつとはまだ言えないですけど、一応こういうのやりたいって話をしてるのと、まあ、あとジェムカートはまあいまだに言われてるんでちょっとなんか考えてます。はい、そうね、ギルドゲストいいっすね。要はそういうことよね。とか、あとまあ交換上のまとめて交換は、これはちょっと頑張って作る。傭兵とかって書かない理由は報酬もらえないんですよ、ヘルパーは。なるほど。ヘルプギルドはちょっとギルドレイドの仕様的に他のギルドに報酬を振り込むの結構難しいんですよ。そういうことですね。そうだ、そこに関してはまああくまでヘルプですよっていう。なので、まあ、交流みたいなものなんで報酬目的でやるものではないと。貯めて交換もそうなのよ。結構みんな欲しがってて、うん、てかなんなら前回のコラボの時とかもポイント交換しきれねえよ母っつって虚空にポイントが消えてった人がいたんです。スタジエはもうまあなんかね、あそこね課金機能だからなんかね、はい、便利に過ぎて間違って合成しましたっつっても困るんですよね。結構あそこ扱い難しくて、はい、呼ばればうちでやりますけど。素材ポイントのトレードはですね、ちょっといろいろ問題があるんでちょっとできないですね。素材ポイントのトレードの話は俺あんましたことないと思うよ。スタジアムをトレードでできるようにしてくれっていうの一回要望があって、やれるようにしたいねって話なんだけど、ちょっと技術的にきついって話をしてるんで一旦保留してるって感じ。倉庫なぁ、倉庫はね今ねスタック可能アイテムの上限を上げるみたいなのできないですかって話はちょっとしてるんですけどね。まあ Z までいってましたね。ただね、途中に装備品が結構圧迫するんで、だからどっちかっていうと、染色装備をなんとかできる方法ないかって言ってやってるんですけど、 あれこそめちゃくちゃ容量くんでマジで困ってる。だって別にさ全色欲しいわけじゃなくてみんなパーソナルカラーだけ欲しいみたいな話だから、はい、だから全部ではないけど一部色をなんかそのギュッて凝縮してまとめられる機能は欲しいなって。染色ポーションというよりは色専用のストレージを別で作りたいっていうのがまあこっちの本音かな、とりあえずは。そうだから結構この辺はねちょっと考えてはいるんですけど、まあなんかマイルームの家具とかでなんか色装備だけを放り込むみたいな、その代わりまあ見た目とかは消えちゃうけどね。で引き出す時にはなんか色だけでくるから、そう初期装備の能力なしで出てくるみたいな、名前はつくか分かんないですけど難しいところですね。だからちょっとそこはちょっと考えてはいるって感じですかね。精錬難しくするのは全然いいんだけど、てかやるっつったけど、まあ、まだ置いてる。なんでかっていうとそれやると同時に他のこともやりたいから、そっちができてないのにやっちゃうと単純に下方修正になっちゃうからやりたくない、今のところはね。まあ、いずれはやると思うし、その精錬ポイントをなんか使ってなんかやるみたいなのもやりたいとは思ってるんですよね。だから精錬ポイントって少ない方が本来いいんでところでいろいろ考えて固まってないからあんまり言いづらいっていうのもあるし、まあ今はそこまで手広げても他のやつがこんだけ残ってるんで、まあとりあえず1個ずつやるわっていうところですね。気長にカンカンできなくなるというのはあんまないですかね。そのどっちかっていうと、その鉱石の価値がおかしくなっちゃってるんでちょっと変えたいねっていうか調整をしたいねって話です。装備品のレベルによって多少の難易度変えたりとか、そのポイントの獲得量を減らすみたいなのはちょっとやりたいんだよねって話を去年した。1年経っちまったよ。いいじゃないの、掘り起こさなくていいよ。現状今ユーザーに有利だから、そうですね、その状態で一旦楽しんでもろて、で仮になんかそういうの入れたとしても何か別のところでプラスになる要素も一緒に入れますよっていうだけの話なんで、別にミスれる前提でも別にいいんだけど、なんかその結構そのイベントボスとかが限定で落とす、まあ限定じゃないけど結構オリハルコンとか落とすじゃないですか。いわゆるその上位鉱石の価値があんまないっていう現状があんま良くないんで、そっち使った方が良くなる何かシステムを入れたいっていうのが本音。そう私の意見で、だからさっき言ったその精錬ポイントが低い状態でプラス S までいったらなんかボーナスがつくとかだったら高い鉱石使った方がいいじゃないですかってなるじゃないですか。だからそういうのはちょっとどうしようかっていう話をね。それに関して結構環境が変わっちゃうから、で逆に今この周年も始まっちゃったから今から変えるのきついじゃん。そうですね。だって精錬ポイントさ低く完成してさプラス S になったらなんかボーナスつきますって今更言うなって話じゃん。今もうそもそもカンカンしてる人たちはさちょっとーってなるわけじゃん。だからもうこのタイミングの時点でもう年末か来年なんですよ。そうですね。絶対に言うても。基礎値が上がると今基礎を掘ってる人たちがまた損をしちゃうから、なんかねそうボーナスをつけるにしろちょっと難しいよねってのもあるし、多分つけるにしろそんなにめちゃくちゃ強いっていうのにするとなんか義務になっちゃうからそれも嫌なんだよねっていう話なんですよね。そうだからそこはちょっとなんかなーみたいなのは考えてる。だからどっちにするかなんだよね。そう別に精錬ポイント高くしてやってもいいし低くしてもいいしバランスむずいなってなるんですよね。そこは今いろいろどうしよっかって話をしてる段階だからなんか欲しいよねって。別にいいですよ、なんかその精錬ポイントを抽出して雫玉のかけらが作れますとかさ苦労した分なんかご褒美返ってきたみたいなさ別にそういうのでもいいのよ。その代わりちょっと精錬の難易度ちょっと調整しますねみたいなさお釣りみたいなお釣りが返ってくるそれでも別にいいよねっていうのはあるし、現状でいいのは別にいいと思ってるよ。そういいんだけど、なんかその高い鉱石を使うメリットがないっていうのは健全じゃないんだよっていう話。でもそれやりすぎると今度はなんていうの、こう叩くだけ叩いてその報酬だけもらって武器っぽいするからさそれもなーみたいなとこもあるわけじゃん。だからまあちょっとなんか考えますっていうので考えた結果1年経ったってだけなんで、そこのまあいいや、その話はもういいでしょう。終わりがない話だからこれ考え中。